はい、こんにちは、レトルトと申します。ゾンビ版、入国審査ゲーム Who is Zombie 実況プレイ始めていきたいと思います。デイ13日目まで来ました。一月で、このゲーム終わるらしいので、ようやく中間地点に来たところかな。なんかちょっと慣れてきてですね、まあ短い入国審査の時間なんですけど、ペーパーズプリーズよりもね。でも結構慣れてきて、まあ、ギリギリゲームオーバーにならずやっていけてるので、まあ、今回もやっていきましょう。ニュース。数日前発生したルフトホーベンのテロ事件がネオコスモスという神聖宗教集団によって発生したものであると、政府から発表がありました。前回なんか赤ずきんみたいなね、赤いパーカーみたいなフードかぶったやつが宗教っぽかったんですけど、それがネオコスモスっていうやつなのかな。また政府は審査場の門に装着できるサブバッテリーを各民間避難所に配布する予定とのことですと。これはいただきましたね。まあ、ちなみに今、あるのはこんな状態ですね。ゾンビを退けるためには、まあ、簡単に言うと緑色の皮膚はダメ、ナメック星人ダメ、怪我してたらダメ、赤いネッカチーフしてたらダメ、写真と見た目が違ったらダメ、紫色のイノセンスは入れろ、ブレッティっていうサイコパスみたいなやつは逆に開けろ、そして緑色だったとしても、18歳以下だったら一部の肌だけ緑色だったら OK、 アイアンフィストはすぐにアウトさせろ、武器所有してる人は話を聞け、ツール所有してる人は話を聞け、緑色とナメック星人とアバターの、子供は絶対にダメ、レボスカの市民は殺せ、オスカーは OK っていうことです。おいおいな、頑張っていこう。すぐアウト。これダイアンフィストね。これ盲語の使い道は大工でした。でもベロニア、最近どの地域にいましたか。じゃあこの人 OK だね。ダメ。怪我してるからダメ。これ一部だから、この人は OK なんじゃないかな。うん。これね、感染がすごいんです。この両方のやつ。何か話、移動方法は、今まで暮らしていたレボスカじゃないね。じゃあ OK かな。うん。ごめんね。両方はダメなんだ。あなた若く見えますね。最近どうやってこちらまで、最近どの地域にいましたか。 OK かな。レボスか、すぐどっか行って。ダメ。あなた入れて OK。 イノセントだね。最近どの地域にいた。レボスこの子も OK かな。あなた見た目違いますよ。しかもレボスカですよ。ダメですよ。逆に開ける。よし、オッケー、クリアだな、これ。よーしよしよし、うまくいった。結構やるな。まあ、実況中にやるとね、なんか、ね、普段よりも絶対失敗するとは思うんだけど、うん、なんかうまくいってる。今日落ち着いてるね。なんか鼻声もマシだしね。じゃ、ベルから。エイドン、私がいなくても大丈夫だった？2日間ちょっとどっか別の地域、別のね、避難所に支援に行ってたんだよね。あ、そういえば言い忘れてた。大した問題は起こってない。ただ今日の新聞読んだか。テロを起こしたカルト宗教集団のこと。君がいない間ここにも来たことがあるんだ。変な赤い服を着てたけど本当に怪しい雰囲気だった。ふん、注意しないと。それに関してはブライアンと相談してセキュリティにより集中するようにする。頼む。うん。なんかベルの様子がおかしいとかあったりしないかな。ほら、アラン、バッテリーか。おう、これが政府で完成させたバッテリーか。くく、もう供給し始めるとは。見た目はまあまあだな。くく、くくが口癖なんだな。今朝までに装着できるか。任せておけ。くく、これでバッテリーが増えるね。長い時間できる。増えてる増えてる。左上のあの黄色のやつがね、プラス2みたいになってるね。一回ホームレス、これなんか山かなんかに一人で住んでるかなんかの仙人みたいなやつで食べ物もらいに来たんだよね。俺一回あげたんで、俺こういうおじいさんに優しくするって決めてるんで。ご苦労さん。
また来たんですね。おお、最近どんどん貧しくなっての。事情があまり良くないのはこちらも同じですよ。まあまあ、そんな冷たく言わずに今日もお願いしていいかの。あ、まあ今回が最後だと思って渡しましょう。あ、どうぞ。これからは控えてください。俺の予想ではこの偏屈なジジイ、山奥に一人で住んでるジジイなんだけど、実はゾンビのウイルスとかを研究一人でしてて、その開発しちゃうと、で食べ物をあげることによって、こいつがゾンビのね、抗ウイルスを成功、なんか復活させるみたいなね、その成功させるみたいな、その研究をっていう展開だったりしないかなと。だからこれであげなきゃそれがうまくいかないので、そういうエンディングはいかないみたいな。ごはん、わかったわい。今日もありがとうの。また今度来るわ。また来るっつってる。これが最後だぞって言ったのにな。次回はまた来るという前に止めないとな。やめないとな、かな。あ、増えてる。サンディエボから、大規模ゾンビ事態が発生しました。今回も赤いフードの怪しい人がまた目撃されたとのことです。当家に対して政府は神聖宗教集団ネオコスモスが有力な被疑者であることを発表しています。あ、え、これ結構難しいぞ。とりあえずレボスカとサンティエボーが NG なんだね。ネオコスモス、宗教、神、祈りなどに関する回答アウト。これが出たってことはさ、もう質問を全部しなきゃいけないみたいなもんなんですよね、これ。これは結構大変だぞ。レボスカとサンディエボーと。ネオコスモスの団員がもうゾンビリストに入ってんのが面白いな。彼らに外的な特徴はないが、救いあれという言葉を習慣のように唱えるとは言う。何があってもアウトさせること、救いをあれ。こいつを入れちゃったらね、この内部にいる、この避難所にいる人たちがさ、宗教の一員とかになっちゃってるわけ、なっちゃうわけだもんね。ネオコスモス、サンディエボーとレボスカ、オッケー、行くぞ。武器、 ING ベロニア、お住まいどちらですか。ベロニア、何か話すことがあれば、トイレを使わせてくれ。これ OK かな？うん。何か話すことはで、救いよとか言えばダメみたいな感じなのかな？今まで暮らしていた地域、オスカ、何か話したいこと。大丈夫じゃないですかね？うん。この、歩いてきましたか？ベロニア。その道具の使用目的。あ、いいね。何か話すことは？はい、OK。ちょっと。怖いよあなた。他に何か話したいこと。可愛いじゃない、なんか可愛いって言ってないよね。おお、なるほど。お住まいはエルラン。じゃあ OK かな。よしよしよし、順調順調。バンフロードは今 OK。 何か話したいこと、ちょっと腹立つ。最近どの地域、バンフロード OK かな。さあどうぞ。なんか難しいやつばっかだな。ベロニア、お住まいはベロニア。何か話すこと、あーダメー、はいダメー。ゾンビ来ないな全然。最近どの地域にいましたか。 OK じゃない。運ないな。サンディーボーダメ、サンディーボーダメ。すぐ開ける。あなた入れて OK。 すぐ開ける。よし、ラッキー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 。すぐ閉じる。絶対ダメ。ルフトボーベン、何か話したいことでも、最近どの地域に。この人 OK。 あー、何やなかった。でも最後に畳みかけてよかったな。初めの方結構ちゃんと順調に失敗なく行ってたのにもかかわらず、普通の住民、普通の市民がさ、もっと続いたらもうアウトだったわけだからね。いや、ゾンビどんどん来てほしいわ。逆に分かりやすいゾンビは。危なかった危なかった。いや、上手くなってきたね。これもペーパーズプリーズの方がちょっと俺の中で復活してきたってことかな。博士、エイドン。全員がいるなこれ。君がそう呼ぶために不吉な予感がするけどな。クック、正解だ。新しい変種イノセンスの皮膚組織で実験をするうちに少し問題があった。は？また？
皮膚組織から抽出した試薬を持って他の研究棟へ移す途中に、え？あるガキとぶつかってしまった。ぶっつかってしまったって書いてある。めっちゃぶつかったんだろうな。ぶっつかって、それで？それでってまあ、そのガキは頭から試薬を浴びたわけ。くく、見どころだったよ。おい、よくないぞ。あらん。あーん、そこは笑うところじゃないんだ。大騒ぎになっても不思議じゃないぞ。数時間後確認してみたら、運よく緑色に壊死する症状だった。え？それで新しく開発されたワクチンを処方して終わり。問題あるか？一人で頑張ってるのはいいけど、これは軽い事故じゃないんだ。たまったもんじゃないよな、あの子。まあその子がぶつかってきたのかもしれんけど、もしあの子から治療不可能なウイルス症状が見られたら、今頃ここは地獄になっていたはずだ。どういう意味かわかるか？あ、もういい。無駄なところにエネルギーを消耗したくない。わかった。とにかく今回は無事に解決したから、これ以上口出さない。しかし次回からはより注意してくれ。うん。こいつ、ベルちゃん、何がそんなに深刻なの？それがサンディエボでさ。いやいや、それじゃなくて、今あなたの顔のことを言ってるの。疲れた顔してんのかな。はあ、そうか。君は心配にならないのか？心配すぎたらすべき仕事もできないしね。まあね、ビルは心が強いね。ブライアン、いつになったらすべて終わるんだろうな。さあ、我らはただその日が来るまで任された仕事に最善を尽くすだけだ。そう、その通り。みんなあれだな、精神強いやつが揃ってんな。うん、そろそろ避難所の名前を考えてみようかな。後で政府から最高の避難所として任命される可能性もあるから。まだ避難所の名前決めてないんだな。ちょうど15日目半分まで来ましたよ。問題には私には作名のセンスがないってことだが、うん。出た。なんだっけこれ、なんかネオコスモスみたいな。何かを真剣に悩んでるお顔ですね、審査官様。うわっ、君は新世界を夢見るネオコスモスの幹部、レベッカと申します。名乗ったな。もう捕まえろよこいつ。やっぱりあの服装は普通ではなかったんだな。さあ、考えはまとまりましたか？考えとは？君たちがとんでもないクレイジー集団だということの話か？そんなに興奮なさらず。私の団員たちにはみんなそれぞれの悲しい事情があります。疑われ感染者だと追い出された人。でもそういうやつを囲ってるとしたらめちゃくちゃ危ないんじゃないの？ゾンビ なりそうな人たちばっかってことだよね。それともゾンビじゃない疑われた人かな。俺が失敗した人かな、追い出した。またはどこにも保護してもらえず冷たく捨てられたかわいそうな人。全ての事情を考えると結局誰も生き残れなくなる。あなたはこの避難所の審査官ですね。そうだけど。あなたは感染者を追い払うたび、彼らの先がどうなるか考えたことはありますか？いやいやいや、考えたことありませんよ。もう今のこと、失敗しないようにってことしか考えてないんで。きっと一度もないはず。いや、考えたことは確かになかった。でも受け入れたらね、大変なことになるわけですし、俺は女の子さえ、お母さんがここにいるのに女の子さえもう覗いたわけだから、ここはもう徹底してやるしかないわけだよ。あなたの目には彼らが足元で飽きずに生える邪魔な雑草と同じに見えていたでしょう。違いますか？おい、精神攻撃やめろ。それは少なくとも俺はそうは思っていない。いや、違います。いずれあなたも結局同じだってことに気づくはずです。私はまた今度ここに訪れます、審査官様。あなたの手に捨てられたかわいそうな人たちに許しを求められる最後のチャンスです。やだわー、宗教にはまっちゃうの、エイドン。ちょっと傷ついている。あ、今回は新しいやつはなしか。
政府からネオコスモスに関する情報を集めるために専門誌捜査官を全国に緊急派遣したとの情報ですと。じゃあ隠れネオコスモスみたいなやつが今後分かってきたりするかもしれないな。最近どの地域にいましたか？何か話したいことでも。じゃあこの人 OK かな。服の下がね、青色とか緑になってたらどうするんだよ。はい、どうぞ。両方の色は絶対にダメ。レボスカはダメ。んー、じゃ見た目違いますよ。わかりません。じゃあダメです。最近どの地域にいましたか？他に話したいこと。OK かな。どうぞ。オスカー。カレン・リーだって。何か話したい子、OK かな。今まで暮らしていた地域。OK。意外にネオコスモスいない。なんか怪我してない？怪我してる。銃持ってる。なぜ武器を持っ、入れるわけねえだろ、お前なんて。あ、ダメ。二色絶対ダメ。わかりやすい。ありがとう。ルフトボーベン。どうやってこちらまで？最近どの地域にいましたか？何か話すこと。あ、ダメ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 。あなた、ネオコスモス。すぐに NG。逆にすぐに開ける。この人入れてもいいね。サンディエボはごめん、ダメなんだ。君が一番可愛い見た目なんだが、なぜ武器持ってんの？我が身は自分で守らなければならない。どうやってこちらまで？何か話したいことでも。じゃあ、OK かな？なんか OK なの？本当にって思っちゃうけどね。ダメー！よし、OK！ うまくいきましたね。プラス5に。これなら最高の避難所になる日まであと少しだな。なんか上手くなってきたな。ペーパーズプリーズよりもやるべきことがまあ少ないから、慣れたら結構簡単かもしんないね。エドン、なぜそんなに落ち込んでるんだ？精神攻撃を今朝食らいまして。ふう、実は今まで審査するときに両親の呵責を感じたことはないんだ。しかしあの女から何か言われたのか？聞いたのか？彼女を尾行して情報を集めようとしたが、あっという間に消えてしまった。ブライアン、俺はうまくやってると思うか？お前の信念通りの行動をしろ、エイドン。結局判断するのはお前だ。わかった。大人ですね。やっぱこの、ね、ブライアンとベルは結構信用できるね。特にブライアンがね、頼もしい、本当に。こいつがなんか変わったことになったらめっちゃへこむわ。ふう、昨夜は寝心地が悪くて結構疲れたな。精神的に弱いんですね。あ、ブライアン。エイドン、おはよう。ブライアン、その荷物は？お前も昨日新聞で見たと思うが、政府で衛生兵を対象に教育があるらしくてな。そうなんだ。新しいワクチンに対する教育らしいが、一旦行ってみた方が良さそうだ。そう？ま、心配するな。3日後には復帰する。なんかブライアンが怪我とかさ、ゾンビとかで戻ってきたらやだな。ドラマチックなことがあるかも。基本的には応急処置はお前やベルにもやれるし、あとはアランに引き継ぎしておいた。ああ、まあ。他の人ならともかくブライアン、君なら心配ないな。気をつけて行ってこいよ。じゃ、また3日後に会おう。30日の間の3日って結構ね。え？政府の研究チームから先日発生したレボスカのゾンビ自体について、レボスカから全国に納品されていた米やトウモロコシに致命的なゾンビウイルスが吸い込まれてるとの。米食ったやつ多いだろう。米やトウモロコシを食べた市民アウト。マジか。食べてるでしょ、米やトウモロコシ。いっぱい話聞かなきゃいけないんだな。ダメなのはサンディエボーとレボスカ。いきます、頑張るぞ。ベロニア、食事はなさいましたか？ダメー。あなた、トウモロコシ食べてます。赤いやつある。ダメー。君は入れてもいいのかな。君はイノセントだから。道具ダメー。
暴力的な市民ダメ。オスカー、お住まいはオスカー、何か話したいことでも。食べたもの聞かないな。どうやってこちらまで。じゃあいいのかな、食べたもの聞かなくていいのかね。バンフロード、若く見えますね。いや23か。お住まいはバンフロード。食べるもの聞かないときは聞かないんだよな。なんでなんだろうね。ダメー。色が、オスカー、お住まいはオスカー。どうやってこちらまで。何か話すこと、オッケーだね。どうぞ。ちょっと緑になってる。ダメー。変なストッキングではな。レボスカーはダメ。一部じゃないもんな。全身だからダメなんだよな。ベロニア、どうやってこちらまで。うん、大人びた子だね。最近どの地域にいましたか。他に話しちょっと君口にしたもの、あー、トウモロコシ食べてる。武器武器武器ダメ、暴力的すぎだろ。ダメ、サンディエボダメ。よし、最後に稼げたね。よしよしよし、なんか上手くなってる。12分の15。トウモロコシも逆に分かりやすいかもな。ベルだけか。ベル、何かあったのか。顔色悪いが。エイドン、もし私がどこかで感染されたままあなたの前に現れたら、あんたはどうする。ベルが緑色の肌をしてさ、ナメック肌をしてこっちに来たとしたらどうするかってことか。俺入れちゃう気がするな。どうなんだろう。は、急にどうした。答えて。いくらなんでも君を追い出すわけにはいかない。気乗りしないが追い出すべきだよな。ごめんよ、いくらなんでも君を追い出すわけにいかないと思っちゃう。やっぱ仲間は大事だから。そう。あの2日間の間に感染したのか。トウモロコシめっちゃたらふく食ったのか。あ、エドワード、なんだっけ、一番でかい避難所のね、ナンバーワン避難所の人だね。おはようございます、ミスターエドン。おはようございます。なんだか落ち込んでらっしゃいますね。明日また雨が降りそうで。そちらの避難所では雨は大丈夫なんですか。私たちも一応準備はしますが、事情は大して変わりないです。ああ、そうなんですか。それで今日はどういったご用件で。ああ、最近暴れているネオコスモスの情報をお聞きしたく。何かご存知ないでしょうか。まだ不確かな情報共有しない方がいい。不確かな情報でも役に立つの。いや、これは協力していくべき。2回ほどネオコスモスの幹部がやってきました。名前はレベッカという女性です。ご存知の赤いフードをかぶっていました。多分その目立つ服装が一番奴らを区別できる特徴だと思われます。そうですか。彼らの隠居地などの詳細については、それは分かってないね。さあ、お伝えした情報以外は私にも分かりません。特に話を交わしたわけではなく、ただ奴らの説教を聞いていただけですので、今後彼らの話に耳を向けないようご注意ください、ミスターエドン。承知しました。エドワードのなんか避難所とか、なんか何か大きいんだろうね、きっと。今日はお時間いただきありがとうございます。それではまた今度お会いしましょう。あ、ところで、はい、もしかしてこれベルが好きとかあるかな。ベルといい感じになったとか。その突然ですが、ベルはどこにいますか。ベルなら最近忙しくて、多分今頃宿舎で準備を終えてこちらに向かっているはずです。何かご用事でも。え、いやー大丈夫です。それではまた今度来ます。エドワードとベルが恋人になってるって可能性もあるね。どうなんだろうね。ん？ん？じゃねえよ。あ、なんか増えてるよ。政府から体の一部が緑に変色する症状がある感染者を 100% 治療するワクチンを開発成功したとのことです。一
方、一変、新たな変異種ゾンビ、スピータの発生につき、政府は各民間避難所へ注意を要するとのことです。とりあえず、レボスカは OK になったんだね。汚染地域解除になってる。なんだけど、サンディエボは引き続きで、ローハストって地域がダメと。うんうん。ワクチン開発、一部の緑色の肌、パス。これあれだよね、今までだったら、年齢、18歳以下の一部の緑色の肌のやつは、OK だったんだけど、年齢が関係なくなったみたいなことかな？そういうことかな？ローハストとサンディエボはやっぱダメで、米、トウモロコシも相変わらずダメ。ワクチン開発、緑の肌パス。うん。あれ、新しいやつについてはまだ情報がないんだね。うん。スピータってなんだろうね。スピータ。まあ、イノセント、ブレッティ、アイアンフィスト、スピータ。という4種類のゾンビがいるわけだ。よし、気合い入れてやるぞ。ダメ、2種類。サンディエボはダメ。ベロニア、この人はね、紫なので OK。ベロニア、今まで暮らしていた地域は、何か話すことがある、これまでの移動方法、OK かな？なんかそろそろミスりそうなんだよな。同じ人、食事、出たー！トウモロコシ！はい、さよなら。ローハストは確かダメ。武器武器武器、なぜ道具持ってますか？入れてもらえるわけないじゃん。見た目違うよ。はい、じゃあさよなら。ローハストはダメなんだと。あ、今回順調だ。レボスカは OK になった。どうやってこちらまで。他に話したいことは、今まで暮らしていた地域は、じゃあ君は入れて OK だ。はい、ダメ。わかりやすいね。武器武器、何か話すこと、なぜ武器を持ってるか。入れるわけないじゃん、そんなんで。銃持ってってやばくないか。銃は海外だからありえんのか。おお、ゾンビから胸を守る。他に話したいことは、今まで暮らしていた地域は、口にしたものは、あ、オッケー、君は賢いよ。ドナルド・ルフトボーベン、シャトルに乗ってきた。何か話したいこと、最近どの地域、オッケーだね。よし、ギリオッケーだった。あー、なんとか行きましたね。余裕だな。ミスなしで行けるようになってきてる。199。じゃあベルから。一人で勤務なんて大変だな、ビル。ベル、カミカミ。え、うわー、助けて。でも頑張ろうぜ。限定的なものだけど。え、特定感染症状のワクチンが出ただろ。今日の新聞記事を読んでから少し希望が見えるようだ。なんかゾンビになってんじゃん。どうした？そうか、頑張ってね。え？何その情報？いつゾンビになったの？そんな話聞いてないけど。気づいてないの？この症状に。アラン、この前は怒ってごめん。ベルの子、直してくれよ、お前。急になんだ、気持ち悪い。君は政府から派遣された立場だから、手出さないようにしてたけど。みんなの命がかかった問題だったから、感情をコントロールできなかった。手出したの？殴ったの？俺はそんなこと気にしない。ならいいけど。それより、最近現れた編集のこと知ってるか？あれだ、スピータかな？新聞で読んだから少しくらいは。奴らに備えて、門に追加装置をつけておいた。多分、明日行ってみるとわかるはずだ。何それ？うわ、早いな。今回は問題ないよな。テストまで完了したから心配するな。今回の変死は本当に手強いやつだ。門のガラスをネバネバにする血を吐き出して審査の邪魔をする。やっば！
ボタンを押すとガラスの外部に鉄門が折れてきて奴らの血を防ぐ。鉄門で。どんだけ頭の悪いお前でもすぐ使えるはずだ。グッグ。また違うボタンが増えんのか。二つのボタンを押せばいいだけだったのにな。君はいつも一言多いんだよ。人の気持ちを悪くさせる天才だな。とにかく、政府の奴ら。何も考えずに、もうガラスで作るからこんなことが起きるんだ。グッグ。とにかく、ありがとう。自分の仕事をやっただけさ、グク。スピータめんどくさそう。電力は2個ある。なんで？ファイ！また雨が降るんだよ。めっちゃ雨嫌いだな、エイドン。頭痛でもすんのか？ああ、来た、ローレンス。そうだな。なぜここに来るときはいつも雨になるのやら。うっ、おはようございます。うむ。今回でもう3回目になるな。ずいぶん慣れたようだね、諸君。はは。確かここはまだ避難所の名前がなかったな。つけた方がいいでしょう。わかりにくいもん。はい。何度か試しはしたのですが、改めて考えるとしっくりこない。早く決めた方がわかりやすいでしょ、いろんなとこに。はっは。近々、もう一度政府からのベスト民間避難所選定があるそうだ。諸君もそれに備えて名前くらい考えておいた方がいい。では失礼。ベスト民間、まあでも左上になんか出てる。あれ何？いつもあるやつか。考えすぎて頭が痛い。あんな左の上にアイコンあったっけって。出ちゃった、スピーター。シャッターを下ろした後パスアウトさせること。シャッターを下ろした後パスすることはないでしょ。シャッター下ろした後。サンディエボ OK なった。じゃ、ローハストだけだ。政府情報院の情報によると、ネオコスモスの幹部は独自の高度な研究によって、ゾンビの遺伝子を利用し、まるで女王蜂のような役割を与える生体組織を身に持っており、ゾンビを操れるとのことです。何それ。南沢症候群みたいな。はあ、じゃあ、ゾンビを操るクイーンになってんだな、なんだっけ、メアリーだかなんだかのね、赤い人は。あー、やべ、バッテリーが。まだでも、まだ参る。ゾンビリストに見なきゃね。ババア。なんか、目が変で、目がラリってて、ゲロを吐いてるやつがスピターなのかな。審査所のドアに緑色のベタベタした血を吐き、審査に障害を与えるシャッターを下ろして、ドアを保護した後、アウトさせること。なるほど。ローハストだけってのはいいけど、行くぞ。ボタンが増えてんだな、きっと。あ、ふむ。新たな編集、スピーターに対応する新機能。あーやばい、目もラリっててゲロ吐いてる。スピーターは審査結果に関係なく、避難所の門に緑の血を吐いて去る。下のボタンでシャッターを下ろした後、審査結果ボタンを押すと、スピーターによる被害を妨げられる。で、これを下ろせってことだな。押すか、OK。お腹空いてませんか？はい、あなた NG。トウモロコシ NG。武器。軍人ね。移動方法は、今まで暮らしていた地域、何か話したいこと。OK だね、これ。OK じゃないけど。あ、食ってんの？あー、くそー。やばい。レボスカ。今まで暮らした地域、移動方法、何か話したいこと。これは OK だね。でも時間ねえからな。武器。言わないことじゃあダメです。言えよ。これは怪我してるからダメ。ベロニア。何か話したい。あーダメだ！救う宗教！ネオコスモス、アベントン、お住まいはどちらですか？口にしたもの、肉食べたい。他に話したいこと。じゃあ OK だね、これ。腹立つけどね。君は入れてもいいね。全身緑。これは治ったんだよね、確か。ちょっと緑は OK。何か話したいことでも、
口にしたもの、これはオッケー。武器、ああ、はいはい、お住まいはサンディエゴ、移動手段は、じゃあオッケーだね。うん、なんかオッケーに見えないけどね。サンタマリア、何か話したいことでも、歩いてきましたか。いやー、これ間に合わねえなー、これ。あー、これ間に合わない。市民たちが待ちくたびれてみんな帰ってしまった。これは結構きついなー。いや、ボーナスもらってるんよ、俺。これは運みたいな要素もついに来たなー。この、審査のすることが多いやつばっか来て、なかなか入らないパターン。まあ、これ、こうなったらやり直すしかないね。アベントン。お住まい。口にしたもの、口にしたもの、他に話したいこと、オッケー、君入って、写真が何かおかしい、じゃあさようなら、わかりやすいぞ、ありがとう、オスカー、お腹空いてません、さようなら、トウモロコシ、どうしたどうした、最近どの地域にいましたか、他に話したいこと、歩いていきました。これ入れていいかな、これ。食べ物のことなかったもんね。さよなら。逆に入れる。ベロニア。何か話したいことでも、どうやってこちらまで、写真、あ、これ間違えた。入れて OK だね。ローハスト来いよ。道具道具。道具。さよなら、言わないんだったらさよなら。オスカー、最近どの地域、何か話したいことでも、どうやってこちらまで、オッケーかな、はい、どうぞ。わかりやすいの来て。食べ物とかは、間違えた。何か話したいこと、あげます。あー、急がなきゃ、急がなきゃ、レボスカー。何か話したいこと、今まで暮らしていた地域、入れちゃおう。時間ない。はい、これやってからの、さよなら。ん？開けなきゃ。口にしたもの。ちょっと！知り解けたよね、俺。今ので合ってんだよね。プラス1になんないか。いや、だって結構うまくやってるつもりなんだけど。いや、これ難易度上がったなぁ。まあ、運もある。運もある。で、これも、三度目の正直です。これダメだったら今回はやめましょう。さよなら。道具道具。ああ、適当な武器がなかったから。食事は？一度も食べてない。オッケーなんじゃない？何か話すこと。オッケーだね。聞くこと多いなぁ。オスカー。どうやってこちらまで？何か話したいことでも、最近どの地域、あ、オッケーだね。はい、さよなら。もう明らかに感染者だもんね。ベロニア。何、他に話、あー、さよなら、さよなら。ありがとうね。君みたいな分かりやすいやつは好き。逆に開ける。オスカー。何か話すこと。お住まい。入れてオッケー。閉じて、さよなら。で、逆に上げ、開けて、歩いてきましたか。あれ、プラス1になんないのか。はい、さよなら。ありがとうね。わかりやすいのはありがとうね。逆に開ける。君はダメ。感染すごい。閉じて、さよならする。開ける。君は入れる。一部だけ緑は入れる。レボスカ。他に話したいこと。今まで暮らしていた地域、オッケー、食べ物の話が出なかった、オッケー、君は猿、いいよ、君は入れてオッケー、全身紫はオッケー、全身緑はダメ、ダメ、よし、オッケー、あ、まだ時間ある、お腹空いてませんか、じゃあダメ、よし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 、ダメ、よし、オッケー、クリアできた、結構やるな。いや、うまくいってもこれだもんね。あ、ボーナス18人。うまくいくときと前回との差はそんなないのにね。プレイ的には。ベル。ベル、どうしたの？
あれ？なんか戻ってる。どうした？ベル。ベルなんかおかしくない？ちょっとなんかいろいろおかしくないか？なんかベルらしき、なんかもうゾンビになってそうなベルみたいなのが前日出てきたけど、この子はなんか違うの？今日も観察官が行ってきたって？うまくやった？ベル大丈夫？多分、それよりベル相談したいことがある。今日現れた編集のこととか？いや、ベルが怪しいよ。そもそも。いや、そんな真面目な質問じゃないが、避難所の名前、まだ、付け仲いだろうか。ちょっと何ていうかわかんない。適当に作ればいいんじゃない？もういいや。ふん。ちょっとベルに関してまだ気になることあるけど。アラン、今大丈夫か？なんだ？聞きたいことがあるけど、避難所の名前について考えたことあるか？あると思うか？いや、ふん。そんなことし考えてる暇ありませんよ、みたいなことだな。ああ、あの雨は全く止まなそうだな。エイドンめちゃくちゃ雨嫌いだからな。きっと洗濯物がカラッと乾かないと嫌なんだろうね。ブライアンが復帰するとき、邪魔にならないといいけど。お！あ、バッテリー来た！また来たか。最近時間が足りなかったんだけど。前回辛かったよ。セーフって意外とタイミングぴったり合わせるよな。はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。なんか雨についてなんか次変わっていくらしいな。ちょっと難易度が上がってきた気がしますね。うまくやってもいけないときはいけないので、まあしっかりやっていくしかないですね。ただこれね、ひたすらやっていくのマジで楽しいので、とりあえずエンディング見るまで頑張ってやっていきたいと思いますので、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。